お小遣いタイムの始まりでごわす。お小遣いタイムの始まりでごわす。高橋龍侑は泣いている。ゲームに負けてない。はい、あ、お待たせした。あ、そしたら、2月分のお給料の方を計算して支給したいと思います。よろしくです。はい、では1ヶ月お疲れ様でした。もう泣いてる泣いてるスマブラで泣いてる。ザコすぎて泣いてる。スマブラで俺に勝てずに泣いている。ザコすぎて泣いてる。はい、はい、では、今日は今月のお小遣い、誰が発表しますか。リオ。リオ。これ。じゃあ、じゃんけんしてください。はい、リュウ。じゃあ、高橋リュウ君から、2月の給料発表したいと思います。では、まず部屋のお掃除、1回300円。これはちょっとね、大掃除なかったので、0回。で、お風呂掃除、1回200円なんですけど、これも0回。0。で、あれして、これしてっていうのも、1回。1回で50円です。で、布団引きっていうのも1回30円。これが1、2、3、4。30掛ける4は120。はい、正解です。120円。で、トイレ掃除が0円。1回もないですね。珍しいな。いつもすごい。さっきスマブラやりすぎちゃうの。スマブラ僕に勝てずにちょっと進めてます。最近のお礼をします。10番で、お留守番が1回300円で2回してくれたので600円。で、洗い物牛は、今月は0回になります。じゃあ牛のお小遣いを合計しましょう。770円。はいはい。50足す120足す600円は770円。はい、牛君今月のお小遣いは770円。はい、はい、お疲れ様でした。ちょっと泣きそう、泣きながら笑ってるやん。月々減っていく。月々減っていってます。いや、ほんまな、視聴者さんとかにさ、めっちゃ裏取ってる最初、上げすぎとか、なんか本来が1万、2万にすぐ稼げるって言われてさ、結局最近もまだ1000円前後にしてた。俺の目が正しかったです。高橋理央さん、部屋のお掃除1回300円、これ0です。あ、ごめん、牛言わせとった。テスト満点。はい、買います。絶対嘘つけ。テスト100点は正解です。はい、じゃあ牛さん、お風呂掃除1回200円が2回、これが400円でございます。あれしてこれしてがリオのが多かった。リオのがいつも多いんだけど、1、2、3、4、5、6、これも全然0と3入ってこない。 50×7 は350円。はい、布団引きが30円の1、2、3、4、120円で、トイレ掃除は、ほんまにあのリオ今まで1回もしたことない。皆さん聞いてください。身長から変えていた時に、もうこれ汚いけど、うんこまみれ。誰も片付け。わからんかったもん。うんこしてないから。俺もうんこしてないで。うんこはするやろ。せえねんし。どこですんねん。家でするやろ、うんち。せえねん。じゃ誰やねん、あのうんち。いや、お留守番は2回で3台かけて600円。あら、あらもう珍しいよ。3個ですよ。100円かける3は300円。ってことは、今月のお小遣いは、はい、リオさんの今月のお小遣いは、リュウリュウとちょうど1000円多い感じやな。うおー、ほんまや。1770円です。あ、お疲れ様でした。はい、ちょっと、支給したいと思います。リュウだって渡す。あかんわ、リュウ渡さねえ。とりあえず明日渡すわ。はい、
では1ヶ月お疲れ様でした。今日は余談なんですけど、ちょっとあのリオがバレンタインを頑張って作ってました。今日撮影日が2月13日、バレンタインの YouTube 撮らとってなって撮影は一切してないです。じゃあこれで、終わりましょう。終わりましょう。ママです。あと残り借金が5000円。そうなんです、ちょうど5000円です。5000円もある。もうあともう一つや、すごい。返済の金額は500円からの入金でお願いいたします。はいはい、わかりました。お前は借金してない。どうぞ。くれるの？お前はめちゃくちゃ、お前はくれるの？なんでだ？リオのやつ。なんでリオのやつ？誰の財布なの？1000円くれるの？4000円。リオの借金を減らしたのと思って。お前マジで1000円やつや。何時よ。ナイチンゲール。ナイチンゲール。それ分からない。お前ナイチンゲール。お前代わりに減らすよ1000円。ヤサオです。リオ、なんて言うの？よっ。よっ。お姉ちゃん助けたい、そういう気持ちで。いや、助けたいじゃないですか。それにしまいたい。優しい。770円稼ぎてない。もうそれ、もうお金が思わない。100円行っていかれへん。これ、ネームで返済に当てるの？うん、だから、これを組み立てれるから、いいやと思って。優しいやん。いいの？もう兄弟、皆さん、皆さんありました。兄弟愛が。愛じゃない、愛って。愛じゃない、助けたい気持ちやん。いや、まあ、食べるからいい。いや、お前食べられへん、こんなポン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 出しとったら。食べれるかな。お前人が借金した時に俺が保証人になったるわってタイプや。俺いずれ任しとけよって、破滅するタイプや。大丈夫か。あっ、どうしたの、ほら。リュウが堅くなりいいって言ったら、リオ、リュウから1000円借金返済来ました。これはすごい、お姉ちゃんやな。お前が日頃から優しくしとるから違う。そんな優しくしない。じゃあリオさん、なんも入金する。もうリュウがええって言うねんから、もらっとこう。500円。あ、返済500円になった。なんかリオが500円だったので、まあ、リュウに1000円払っていい。ということで今回1500円、返済に当たりました。ってことは残りが3500円になります。あともうちょっとです。また頑張ってお仕事してください。はい、満点取ったらチャンスいっぱいあるので頑張ってやってください。はい、はい、この1ヶ月お疲れでした。リュウユの愛に乾杯。借金返済、借金返済。この後スドブラインパブに借金。